ペンアイドルユニットうずまさ看板ガールです。さて、東映うずまさ映画村にお邪魔しております。わー、すっごい楽しみにしてたんですよ。東映うずまさ映画村さんの看板娘として私たち2人がアトラクションであったり魅力をアピールしていきたいなと思っております。頑張りましょう。早速一つ目のアトラクションに行きたいんですが、あ、定番のあれですね。定番の、それでは行ってきます。せーの、はい、さて最初のアトラクションはこちら、しのぼりです。2019年3月にオープンした、まさに出来たてほやほやのアトラクションなんです。高そうだったんですけど、どれぐらいあるんですか？実は7メートルあるそうなんです。え、大マンションでいう3階ぐらいの高さだそうなんですけどでは早速行きましょうか。ちょっと待ってください。じゃーん。何それ？未成年はこの同意書に保護者のサインがないとできないので気をつけてくださいね。提出してきます。はい、完璧です。では行ってきます。まずはこちら、総流です。おー、両側から2人で登って勝負することができます。勝負しましょう、こちら、こだちです。こだち、こだちの中で一番怖いって評判のアトラクションです。どっちからいきますか？いや、それはリーダーのまなえさんでえ、ほんとに怖っ。シンプルに怖いっていう感想だけですか？若干揺れるっていうか、やだやだ。え、あそこ、行きます。頑張れ、行ってらっしゃい。え、めっちゃ怖いんですけど、この時点で。まだ行けない。どうでした？いや、これは無理です。私には無理です。高いっていうか、掴むと